こんばんは。家に戻りました。雑談します。こんばんは。ボコボコ打つ。何が。はい、わたつ、飲んだいらっしゃい。ロコさんはね、キャスの方ばっかり見てて、フワッチあんま見てないっていうのが現状かな。キャスを見てないんだよ。ただ単純に。それだけだと思うよ。たまにコメント来るもん、ロハコさん。今キャス、なんかツイッター見てる限りだとキャスばっかりにはまってるんでしょ。きます。ロハコさん、まあ前からだけどね、結構。いただきます。まあ今の自分がどうなってるのか分かっただけいいね。
うまい。染み合ったる。やっぱ野菜うまいわ。年取ると肉より野菜の方がうまくなるよね。俺もそうしたわ。レンコンうまいね。レンコンうまいよ。普通にうまい、これは。レンコンが風にいいっていうの知らなかった。なったこれ、ありがとう。レンコンってこんな風にいいなんて聞いたことなかった。かわいい。よくリスみたいに食べるって言われるけど。モリモリ食べるよ。
女性リスナーさんが作ってくれました。僕が風邪ひいてるので、看病しに来てくれた女性リスナーさんの料理です。ごちそうさまです。はい、ありがとう。のんたん、ありがとう。ごちそうさま。手洗ってくるわ。ただいま。ひげ伸びたね。金山さんいらっしゃい。ひげだいぶ伸びたね。伸ばしてるんだよね、あごひげ。こんばんは、みいこさん。いらっしゃい。こんばんは。
怪しさ増す？そうかな。結構ヒゲトレードマークだと思ってるんだけど。変。そんなに変かな。あ、癖っ気だからね、こっち側に流れちゃう、上に流れちゃうんだよね。これがこうまっすぐなればいいんだけど。毛の癖があるじゃん。本当はね、ストレートでストーンってこう、いくヒゲが好きなんだけど、どうしても流れちゃうんだよね。ほっぺたと、ここの後ろの部分と、ここと、ここは反ってるけど、今生えてきてるけど。こんばんは。夜分遅くにいらっしゃい。こんばんはです。配信が仕事だから、まあ配信がメインかな。うん。仕事がね、配信だから。まあ何かやってるってわけはない、わけじゃないけどね。うん。配信が仕事ですね。趣味も配信みてえなもんだからな。っていうか、俺は好きなことをやって仕事にしたいっていうのが俺の考えだから、趣味を仕事まで昇華させるみたいなのが自分のやりたいことかな。だからまあ配信が趣味っちゃ趣味だよ。ああ、好きなことを仕事にするっていいコンセプトだと思うよ。好きなことを仕事にするのはいいコンセプトだと思う。だってさ、なんかやりたくないことをやってお金稼いでやりたいことやったら非効率的じゃん。時間がもったいないっていうか、時間は金じゃ買えないと思ってるから、俺は。だから、ね、じゃんじゃん稼ぎたいっすよ。やりたいことやって。やりたくないことやって100万稼ぐのと、やりたいことやって20万稼ぐんだったら、俺は20万稼ぐ方が勝ちだと思ってるかな。蓄積されていくじゃん、そのノウハウみたいなものが。俺はそういう生き方がしたいなと思ってるね。
か、その、ね、本来、違法なこと以外だったら何やってもいいわけですよ。別に遊んで仕事しても俺はいいと思ってるから、それが資本主義の面白いところじゃん。ね、やりたくないことやるのってすげえ人生で無駄だから、やりたくないことを一個でもやらないっていうのが結構決めてることかな。自分でやるって思って、やりたいことにつながってるんだったら辛いことも飲み込めるけど、やりたくないことがなんか、やると辛くなるんだよね。なんで生きてんだろうみたいな。俺こんなことやるために生まれてきたんじゃないんだけどなってつくづく思っちゃうから。じゃあもう自分の生き方としてやりたくないことをやるのはやめようって決めたのね。結構若い頃に。漫画好きだよ俺。ただ最近読んでないね、全然ね。漫画読めてないですね。読みたいけどね、漫画。最近全然買ってないし。漫画2万冊ぐらい読んだかな、今まで。普通の人よりも漫画は読んでると思うよ。アニメとか漫画とか好きだよ。でも新しい漫画追っかけられてないから、もう飽きちゃったっていうか。最近面白い漫画ないね。年齢的なもんなのかな？漫画がつまらなくなったのかな？ それはわかんないんだけど、自分で。どうしてそういう風になったのか。多分飽きたんだろうね。ゲームはね、もともとあんまりやらないから、俺は。まあ、スマホでちょろっと1個ぐらいアプリとかあるけど。なんでね、ゲームにはドハマりしない性格。もともと。やってたの小学生とか中学生ぐらいで、なんかゲームより面白いことっていっぱいあるんですよ。世の中。ワクワクすることって言ったらいいのかな。だから、なんかゲームにドハマりする人みたいなのはあんまり理解できないかな。なんか人生もっと RPG よりもね、事実は小説よりきなりっていうけど、実際の出来事の方が面白いことっていっぱいあるじゃん。俺はそういうのを追っかけるのが好きかな。面白い人もいっぱいいるし。こんばんは。のんたんとは別れたよ。何歳いらっしゃい。お別れしましたよ。僕は一度決めたことは、覆さないんで。僕は、やるっつったらやるし。結構決めたことには結構うるさい頑固親父タイプですね。好きでしたよ。はい。別に嫌いなところはないっすね。まあ、嫌だなと思うところはあったけど。でもまあ、そういう人を選んで付き合ったわけだから、まあ、その人と合わなかったんだなっていう感覚だね。俺は。しょうがない。それは相性の問題だから。もう大人になって何々を変えるっていうのは難しいことだから。合わなかったっていうのは縁がなかったっていうことだと思ってて。でも別に普通にリスナーさんやってくれてるんで、大事にしていきたいと思いますね。多分付き合わない方が良かったのかもしれないよね。お互い。そう。好きだから付き合うって子供の考えだから。そうですね。はい。そこはきっぱり。ねえ、のんた。いい距離感ってあるんだよ、お互いに。後ろにいるよ。
今日寒い、ちょっと寒かったね。ちょっと寒かった。3月にしてはって感じだけど。まあ雨降るしね、季節の変わり目だから。まあ寒くなるんでしょう。同居人になってないよ。でね、俺が風邪ひいてるから介抱しに来てるの。そうだね、ちょっと痩せたね。腹も引っ込んだよ、だいぶ。東京最高で7度。ああ、そりゃ寒いわ。だいぶ冷え込むね、今日は。そりゃ寒いわ。7度は結構ひどい。7度はひどいわ。そんなに冷えるんだ。結構きつい感じだね。次枠は謝罪枠やります。次枠は謝罪枠やろうと思うんで、もしよかったら見に来てください。お疲れ様でーす。残り1分でこの枠は閉じます。いや、ちょっとね、3倍目ヒカルくんに謝らないといけないことあるんだよね、俺。3倍目ヒカルくんに対しての謝罪枠だね。これはね、結構自分でね、ヒカルくんに対して申し訳ないなっていうのがあるんで、一回枠開いて謝ろうと思って。ちょ、けじめをつけないといけないことがあるんですよ。次枠はちょっと謝罪枠やります、僕。けじめをつけます。じゃあみんなお疲れ、一旦枠閉じます。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。